久留米市出身のこがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡市立福翔高校からお届けしています。今日は3年生吉岡風奈さん、妹たちからお姉ちゃん扱いされないため威厳を示したいようです。中学校3年生の双子の妹がいるんですけど、あんまりお姉ちゃんとして見てもらえないっていうので、どうやったらちょっとお姉ちゃんとして見てもらえるのかなと思ってあ、そう、あの姉の威厳がないなと思った出来事って、例えばどんなことがあったの？3人で家にお留守番してる時とかに、お風呂入るし、早く入らんと寝るの遅くなるよとか、もう早くご飯食べようとか言うけど、いいじゃない、今別にそれせんでもいいやろみたいな、めっちゃもうバーンって言って下打ちされたりとかお母さんでめっちゃ言うこと聞くの？もう全然違います。自分に対してのあれは違うんだ。でも威厳って本当難しいもんね。だからといって自分がね、強くちょ何でしないのみたいな結構きついことを言ったりするのは違くない？厳しく注意をするのが、果たしてそれがプラスかどうかっていうのがやっぱり自分は気になってるところなんだよね。舐められてるかもしれないけども、それが果たして悪いことなのかっていうのもありますよ。お姉ちゃん優しいなって思われてるところもあると思うんだよ。威厳が欲しいなとか言うこと聞いて欲しいなっていうのはあるかもしれないけども、裏を返すとお姉さんがいるにもかかわらずこんなにのびのび双子が楽しく家でやっている、これはね、私のやっぱ包容力のおかげだぞっていう風に気持ちを切り替える、マインドチェンジこれが今あなたに足りないことじゃないですか？もうちょっと優しいお姉ちゃんで生きていこうと思います